僕たちの初おうちデートの模様を皆さんにお届けしたいと思います。はい、はい、何笑ってるんですか。こんにちは、大雄です。ルルです。今回は2巻編でカップル成立した僕たちの初おうちデートの模様を皆さんにお届けしたいと思います。はい、振り返り、どうですか。どうですか。あの時の再現する、する、はい、どうぞ。どうぞ、はい、ありがとう、はい、プレゼント。これ今日な、焦点の逆バージョンみたいな。2泊3日めちゃくちゃ早かったもんな。うん、マジで早かった。何笑ってんの。何もない。な、早かったな。どうどう、あ、俺がどうって聞いてもそのまま帰ってきた感じ。分かった分かった、はい、行きますね。そうですね、俺はもう2泊3日めっちゃ早くて、うん、確かに、うん、で、基本的に俺ツーショットさせたの、2人。確かに、そう、うん、ルナとルル、そう、初めての参加やったけど俺全然緊張してないって言われたからね。え、緊張せんかったの。なんか、うん、別にルルやばい、緊張してた。ガクガクやった。登場の時緊張した、うん、やばい、もう足凍ってたもん。マジでな、俺登場の時緊張してた。あんなんできんもん。確かに、こんなし、こんなしドヤ顔しながら入ってきたもん、こうやって。え、じゃあ俺の中では燃えるような恋をするぞっていう、うんうん、まあお題っていうか、まあそういうの掲げてたけど、ルルにそういうのはあった？なんか何々みたいな声をしたいみたいな。目標は頑張ってアピールやな。アピールしてくれたもんな。2日目の朝、朝か昼か。緊張したな、めっちゃ。緊張したな、やばいな。キュンとした思い出、はい、全部大体キュンとしてたけど、確かにツーショットさせてくれた時に緊張したけど頑張りました。緊張したけどルル頑張ったよみたいな感じで言ってきたら、ルル頑張っちゃいましたみたいな。それがまあ、おそう、男心をくすぐらい。マジ頑張ったな。はい、どうですか。逆にどうですか。ですね、全部キュンとしてんけど、ちょっとした仕草、うん、ちょっとした仕草、そう、なんかこういうこれとか胸筋ポーズとか。ちょっとそれは違うけど、あ、じゃあチャンスね、はい、はい。何笑ってんさっきから。あれよ、あのレディーファーストとかが素敵だよなって思います。紳士だね、紳士、紳士ってことですね。やっぱここだけの裏話とか、うん、あるよ、あるよ、あるよ。どうぞ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 。なんか自主部屋での、はい、あのみんなでこう一つのベッドに4人でな、喋ってて、うん、でそれがもう夜中やって、うん、早くねって言われとったんやけど、うん、みんな寝たくなくてさ、それでずっと喋っててな、うん、なんかもう、もうねって言われて、うん、考えて作戦立てて、あ、バレない作戦、そう、バレない、あ、だから伸ばす作戦、お風呂を貯めてもらおうって。なんか、あの、なんていう、スタッフさんがこう、寝ようって言ってるんだけど、お風呂入りたいですみたいな。で、なんか、なんていう、お風呂さ、貯めたら時間長引くやん。お風呂がたまるまで喋ってみたいな。なるほど、お風呂を沸かすことで睡眠時間を遅らせようとして。なるほど。それで結局、うん、もうやばい、みんな寝んかった。寝んかった、もう全然寝んかった。俺も同じような感じでお風呂が関係あんねんけど、うん、そう、そのお風呂に入ってて、もうとりあえず寝たくなかったから、同じように、うん、とりあえずもうこれはもうごまかそうということで寝たふりをしながら外にお風呂があってんけど、うん、そのお風呂に俺と、もうあのユーマとライヤは、うん、あの規則正しくも寝ちゃったけど、うん、俺とレンとマヤトが3人で3人お風呂にそう行ってめっちゃ面白かった。3人で入ったの。そう、3人でもジェットバスのとこバーって入って、うん、そう、3人でこんなにしてみんなでこう、ね、何も履かずにこうね、すごいな、素っ裸でこう入って、仲いい。旅の後付き合って分かったこと、見て分かったこととか、カメラが回ってない時でも、うん、元気で押さないんですよ、うん、行動がすることが、ガキンチョみたいなことばっかりするんで。そうですそうです。でも楽しいですよ。楽しいですか。はい、ありがとうございます。何歳児ぐらいですか、中身は。3歳とかですか。3歳です。俺が分かったのは、まあ、ルルは意外と足が速い。せやな、うん、まあ、だって 50m 何秒だったっけ。 7.4。 めっちゃ早い。でも高校になってからちょっとね、運動してないか、うん、タイムが落ちてんのか。そう、どこ行く。どこ行く。急やな。
な。もういきなりやけど、どこ行く。ユニバ。ユニバ。いや、もうありきたりすぎ。はい、あかん、ダメ、はい、その答え不採用。ごめんなさい、はい、食べ歩き。食べ歩きなし、なしです。そうそうそう、ありあり。ありやけど、うん、もうちょっと、もうちょっと温泉旅行。おそれはまさにあの俺がデートに行きたい場所ってプロフィールに上げとったところですけどね。書いてたね、うん、それ知って言っててくれた今の。はい、嘘つけ、嘘つけ。城崎温泉って知らん？聞いたことある。おなんかな、城崎温泉ってパスみたいなのが買えるんや、うん、そう、それでお風呂パスっていうの買ったら、うん、ずらーってこう川挟んで道の端に何軒もお風呂があるんだけど、すごそのお風呂そのパス見せるだけで入れんの。マジ？そういいな。まあ、けどな、別やからな、男子よな。あ、そうやな、まあまあ、一人でだから湯冷めしながらこう歩くのが楽しいな。浴衣そうやな、浴衣デートいいな、しよう。ということで今回は僕たちの初おうちデートの様子をお届けいたしました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。せーの、バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録はこちら。今日好きの最新話はこちら。また見てね。バイバイ。